皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回対決サクサクセス実況28回目の今回は、今季限りで引退しますね、広島、黒田博樹と対決していきましょうぞ。このシリーズで黒田とは過去一度対決してますね。その時は残念ながら勝つことはできなかった。今季限りで引退なので、まあ、今後ね、パワープロで収録されるとしたら、OB 選手として収録される。少しね、黒田ファンとしては寂しさがありますけども、最後、この黒田勝って、いい形で終わりたいね。そして黒田は日本シリーズでも登板しますからね、ぜひいいピッチングを期待したいもんだ。OK、じゃあ黒田を超える選手をこのサクサクセスで作ってこーい。はい、今回作る選手の、球団セットは黒田同様、広島で OK。持ち込みアイテムにはチヤホヤカードとプロリカード、この2枚で超える、レッツ対決サクサクセ。ステージ111、やっていこう。さて、初期能力、カーブ変化量2がついてるね。選手は2人、変化球マスもある。おう。いや、ちょっとほんとね、もう何回も言ってますけど、このシリーズ全然勝ててないんで。まあでも前回藤波とはね、いい対決ができたんで、今回黒田ともそういう対決ができれば理想的というかね、そういう戦いにしていきたいね。もうあまりにもレベル下がるような戦いはなしだ。ミート多様よくくれるね、ほんと。なんなんだよ、ミート多様。もう毎回俺これ手にしてるじゃないか。ピッチャーのなんかくれやな。これ起用法になるんですけど、ミート多様は。ピッチングの方で欲しいわ、なんか起用法で。なんバッティングの起用法くれるんだ。いらねえよ。金縛り、レッツゴー。これで選手の動きは止まった。先に会いに行こうか。はい、カモン。はい、スタミナ4アップ。センキュー。で、君は誰だい？中崎か。あ、横山か。球速3アップ。で、宝箱。何？ほぅ。いや、コントロール大事よ。前回ね、藤波と対決したんだけど、藤波くんはかなりコントロールが悪く、このパワープロでは F なんでね、フォアボールがかなり多かった。そのせいもあってあまりいい成績は、良かったんだけどね、成績は普通に良かったんだけど、フォアボールがなければもっともっと良かったからね。フォアボール、コントロールの大事さというのは前回の対決で、知りましたから。おー、ナイス！無地パネルが輝き出した。よし。ただここはまずは、落ちる球。イエス、チェンジアップだ。ウォーイエス。で、体力5回復。コントロール強化カード、ゲットだぜ。おー、ムード丸クロスファイヤーがついた。レッツゴー。で、ちょっとスタミナがあまりにも低すぎる。このままでは先発はできないので、スタミナを上げていかないとね。あ！これは、振動。あー、トゥーシームはくれないのか。あー、パネルが、オーマイカー。ああ、もうここでやることは何一つとしてないでしょう。はい。去ろう。去るべきです。はあ、最悪だな。青パネル全部なくなっていった。コントロールだ。コントロールマスを中心に踏んでいきましょう。まずい、このコントロール。先発できねえ。あ、容赦こっちに来た。レッツゴー、レッツゴー、ゴー、レッツゴー。おー、怪我しにくさ、回復し。いいね。黒田も怪我しない男ですから。まあ、今季ね、ちょっと離脱してた時期もあったけどね。基本は怪我してないからね。で、ブスはどこ？ブスそこか。ややこしいな、これ。うわぁ、もう体力減少、嘘だろ、これ。わお。あー、ナイス、野球馬。あ、そっちか、遠いな。近くに出てきてくれたらよかったんだけど。球速超人で、ノー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 球速。いや、全くいらないってことはないんだけどね。ちょっとほんとスタミナがなさすぎてなさすぎる。はい。ようやく E の43。あー、野球マン帰っていったね。でもこのステージはとりあえず終わりで OK でしょう。ステージ5でどれだけスタミナを上げれるか。正直ね、もうコントロールに関しても、特殊能力はまあそんな多くないんだけど、変化球はもうちょっと強化できたらいい。ただ球速に関してはもう OK だからね。あとはスタミナ、これ最低限 D いかんと、長いイニング投げれんぞ、お前これ。メジャーの前剣くらいになるよ、これ。マイケンよりもひどいかもね、これだと。5イニング投げれねえ、まともに。おお、勝ち運ついた。そうだよね。今季の野村っていうのは非常に援護点が良かったからね。よく言われてるのは、菅野と、この野村の勝ち数、負け数、逆だろうっていうツッコミよくネット上で見るよね。そうなんだよ。菅野が本来あれだけ勝たないとダメなのね。世の中ってわかりませんね、ほんと。わからんよ、これ。で、スタミナマスは、うわ、容器あるんだけど、いっぱいあるんだけど、右側に固まってるな。残る俺の体力を考えたら、これ、あっち行けんぞ。これ、プロリカード持ってるんでね、落とさない限りは、
落とさない限りはいけるんで。どうするこれ、とりあえず上のおにぎりマス踏みに行こうか。にしか回復しないの、わい、いかん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 、これあかんわ、ほんと。ちょ、嘘でしょ？いいの44ってお前、クローザーのスタミナじゃねえか。これはやべえな、終わったな、もうどうしようもねえな、これ。変に赤松踏んでまたスタミナ下がったら最悪だしね。わ、ブスブスブス、近く、こういう時に近くに来いよ。もう腹立つ、こっち来い。武士に会えば体力回復できるんだけどね。賭けで下行ってみるか、ブス。行こう。あー、ダメだ、もう来ない。ゲームセット。いきゃーん、せっかくコントロール。まあ、変化球はそこまでよろしくないけどね。球速コントロールがいいんだ。いいのに。このスタミナでは勝てへんよ。お前、こんな5イニング投げれねえよ。勝ち運ついてもしゃあないだろう。3イニング投げれるか？いや、3イニングも2イニングは限界だね。ああ。嘘だろ、もうなんでだよ、本当に。いつもどこかに欠陥があるよね。今回に関しては特殊能力もそれだけついたしね、コントロールも球速もついてきた。変化球もまあ3つついて、ね、カーブの変化量も素晴らしいので、これです。コントロールが D とか C やったらいい戦いできたのに、E じゃダメだよ、お前。先発同士の対決になってねえじゃねえか、これ。クローザーとお前先発が対決して何になるんだ。はい、今回の黒田、はい、これですね。うん。負け運持ってますから。だからどうしたっていう話だよ。これですから、150キロ。コントロールもスタミナも素晴らしいね。まあ、この能力、成績、能力は、まあ、今季の成績、去年のね、日本に帰ってきた時の成績、を見れば納得の能力でしょうね。まあもうこれが黒田の方のマイナス能力が働いてくれてね、軽い球負けん、これが働いてくれてひどい成績になることを期待してもう回すしかないね。じゃあ、ないと無理だわこれ。オッケー、じゃあ今からオートペナントで回していくよ。まず僕が作った選手をですね、3回回して、その後男気ということでいきたいと思いますのでね。作った選手はローテーション2番、で、起用法は調子次第で、これからシーズンを回していきたいと思います。男気も同じ条件でいきますのでね。もう、ただ能力自体は本当、さっきから言ってる通りそこそこにいいので、まあ能力はいいのでね、あとはもうこれ、何イニング投げれるかと、そこだね。あ、もうそこしかないので。投球回到達するから、もうそこからだ俺の選手は。到達してたら多分いい成績だと思う、普通に。もうそもそも未到達なら戦いにならないからね、比べちゃダメだからね。男気は余裕で到達してくるピッチャーなので、規定イニングをね、戦いになればいいんですけどね。じゃあ行きましょうか。まずは僕が作った選手、1回目のシーズン開幕。1回目のシーズンが終了いたしました。果たして私が作った選手はどんな成績なのか見ていきましょう。成績オープン。1回目。あーですよね、そらあんなスタミナだったらそうなるわな。思ってた通りの展開になりましたね。規定イニング到達せず。さてこれどこにいる。はい、いました、139イニング。あ、でもやっぱほら見てよ、規定イニングは確かに到達しなかったけど、やっぱ防御率とか見たらいいね、いいね。何もイニング数だけじゃないですからね、野球っていうのは。これで男気がもしかしたら、ね、イニング到達してても、その防御率4点台、5点台とか、それだったらこっちの方がいいですからね。うん、ほんでイニング到達してない言っても、あとちょっと足りないくらい、あ、10イニングくらいかな。それくらいしか足りてないんで。別にね、そこまでマイナス的な評価ではないよ。これが圧倒的に足りてなかった問題だけどね。はい、防御率は 3.24。投げたイニング139イニングで9勝6敗。先発24登板で完封完投、当然なしですね。うん。QS12。はで、HQS6。やっぱマイケンみたいな感じになってるね、これ。まあ、マイケンは規定投球回到達してるけどね、MLB の。で、脱三振101個で、三振率は 6.54。フォアボール40個。で、フォアボール、四死球率ですね、2.78。基本塁打7本で、ウィップは 1.28 と。やっぱ、成績自体はそこまで悪くない。まあ、イニング到達してないってとこが、一つマイナス点に、なってるね。まあ、これイニング到達しないんで、当然タイトルは何も取れてないと思いますけどね。で、これ見てよ。ほら。日ハムに負けた広島。わー。
あくまでもこのゲームの中の世界の話ですからね。日本シリーズは1戦目広島勝利、2戦目が日ハム、3戦目4戦目日ハムで、5戦目に意地を見せた広島、しかし6戦目に負けたということだね。あくまでもゲームですからね。現実はどうなるかわかんない。この逆バージョンで現実は起こるかもしれないしね。はい、年間表彰式一応ちょっとチェックだけしておきましょう。タイトルは何一つ取れてないと思いますが、はい、取れてないですね。相変わらず菅野無双、わーわーお、ほんと菅野無双だね。次回は菅野と戦おうかな。はい、こんな感じになりました。ただ成績自体はね、もう何度も言ってると非常にいいので、あとはイニングさえ到達してくれたらこれいい戦いができると思いますので、じゃあ次2回目のシーズン回していきましょうかね。はい、じゃあ2回目のシーズン開幕。2回目のシーズン終了ね。さっきよりもいい成績なのを期待して見ていきましょう。成績オープン、ダダダン。あー、またかいまたなのか、お前は。もうしゃーないけどね。さて、どこにいる、どこだ。うーわ、その上4点台階級に悪くなるなよ。まあ、調子次第ですからね。これ成績がこう、なんていうの、上下するのは、ま、起用法なので仕方がないとはいえ。これではダメだろう。防御率は 4.27。137イニングの9勝8敗。おー、でも完封完投1か。あはは、すげえ。これはすごい。スタミナいいでよく完投できたな、お前。完封か。で、QS は9個。HQS は7個。奪三振99個で、非本塁打10本と増えてる。ウィップも 1.42。いやいや、規定投球回到達しなくてもいいとは、いいとは言ってないけどね。たださすがにこの防御率ではダメだわ。この岡田みたいな成績だったらまだね、戦えることはないんだけどね。黒だと。戦えるとは思うけども、これだと厳しいよ。もう次、まあ、イニング到達しなくてもいいから防御率1点台、ちょっと期待して見ていきましょうか。ちなみに、もうタイトルの方は絶対取ってないと思うけどね。はい、菅野、菅野。あいつから菅野、はい、ブルーブルー。取ってるわけないだろ。行きましょう、次3回目のシーズン、開幕。期待してみよう。次がラスト。ラストシーズン終了ね。最後くらいいい成績期待したいもんだ。お願いします。男気に勝てるようなそんな成績見ていこう。今季の成績オープン、ダダダン。おお、よし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 。ああ、初めて規定イニング乗った。イエース、イエス。そこに喜んでる俺がものすごい虚しいことは気がついてるよ。言うな、突っ込むんじゃないぞ。でもよかった。防御率は 3.31 で149イニング投げましたね。あと1イニング頑張れなかったか、これ。150だとキリが良かったんだけどね。で、9勝6敗。え、全部9勝じゃね？ねえ、1回目2回目も9勝だったよね。うん、1回目が9勝6、2回目9勝8、3回目9勝。なんだこれ。9に好かれすぎだろ、お前。あと1頑張れっつってんだよ、お前。逃げた、行けよ。で、登板24試合で完封完投は0、QS15、HQ38 個、三振は100個でフォアボールは38、四死球率は 2.41。で、基本塁打12本は多いなぁ。ウィップは 1.25。どうだろうな、これ男気。でもね、大体黒だってこういう成績出すと思うよ。大体これくらいだと思うんで。まあ、これを3回続けられたらよかったけど、やっぱ2回目が余計だったわ。あれ4点台じゃなければいい戦いできたと思う。まあ、男気次第だけどね。黒田がどういう成績出してくるかっていうのはわかりませんので、これ以下なことを期待してね、信じて、この後回していきたいと思います。ちなみになんかタイトル取ったのか、そちらの方もチェックしていきましょう。まあ、取れてないと思うけどね。おぉ、メッセンジャー。おぉ、珍しいパターン。で、久保。おぉ、高山が首位打者取ってる。あ、新人王か。わぉ。いや、最多安打取ってるわ。マジかよ、この男。
はい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 、このようになりましたね。何一つとして取れてません。残念です、残念です、残念です。まあ取れるわけないけどね。規定イニング到達するのが精一杯な男が取れるわけないだろって舐めるのも大概にしておけよ。ねえ、はい、じゃあ僕が作った選手はこれにて終わりにしたいと思いますのでね、次は黒田男気をですね、3回シーズン回していきたいと思いますよ。条件は同じですね。ローテーション2番手、起用法は調子次第で1年のシーズンを回しますので、まあいい成績出ないことをね。まあでも大体これぐらいだと思うよ。うん、大体ね、2点台とかはないと思う。基本3点台な人ですから、3点台だといい戦いができるんじゃないかなと思いますのでね、そういう成績を期待しましょう。じゃあ黒田博樹3回目のうちの1回目のシーズン開幕。黒田1回目のシーズンが終了したよ。成績の方を見ていきましょう。今季の成績オープン、ダラダン、うーそー、あー終わった。1回目シーズンから戦いが終了したという悲しさ終わりです。防御率は 2.95、 2点台出してきましたね。167イニング投げて11勝9敗、負け運大して働いてないっていう、ただ黒田らしい勝ち星だね。あと負けすげえ黒田っぽいもんね。登板25試合で先発登板24ってことは中継ぎで1回登板してるってことか。ようわからんな。完封3、完投が4で QSR20、 HQSR11 個、奪三振は128個で基本塁打が8本、 WHIP は 1.20 と、いいピッチャー、本当にいいピッチャー、そしてめっちゃ黒田っぽいピッチャーっていうね。うまく再現できてるね、これ、本当に。すげえな。すげえよ、もう黒田だもん。数字見たらわかる。この数字は誰ですかって言われたら俺即答できるよ。あ、黒田だってね。で、これタイトル取ったのか。タイトルは、菅野。久保。何も取れず、うわ、ジョーダンが無双しとるわ。ジョーダン無双開幕だね。菅野じゃねえ、珍しいこともあるもんだ。いつもは菅野なんだけどね。はい、1回目のシーズンの成績はこのようになりました。もういきなり2点台出されたんでね、俺の中のなんて言うんですかね、勝つ気、そんなものが一気に消え去ってしまいました。風に飛ばされていったね。まあただあと2回回していきたいと思いますので、そこでね、防御率4点台2回連続なんてこともあれば、十分可能性としてはね、勝つ可能性はありますから、期待してみましょう。じゃあ2回目のシーズン開幕。2回目のシーズンが終了しました。さて男気どんな成績なのか見ていこう。今季の成績オープン、うーそだろう、またこれ、こうなるともうほんと無理なんだよね。はい、防御率は 3.11、 168イニングを投げて11勝6敗、また11勝か。なんかこれ以上勝てないのもまた男気らしい。野村すげえな、これ勝ち運の神様恵まれすぎだろお前。ねえ、まあ、防御率2点台だからすごいけどね。いや、いくら何度も勝ちすぎ。登板24試合、完封はなし。完投が1つありますね。QS16、HQS12。んで、奪三振は122個で、わ、デッドボールなし、フォアボール31個。1.66、すげえな、これ。リーグでもナンバーワンの四死球率じゃねえか。基本塁打6本で、ウィップは 1.16 と、すげえ、これリーグランキング確認していこう。フォアボール率トップだろ。ああ、菅野がいたか。ああ、そう。あ、でもフォアボールの数はこれ多分先発の中では一番少ない数だね。すげえわ。これがベテランの投球術。フォアボールを出さないっていうね。素晴らしい成績。まあでもさっきと比べたら若干落ちてましたけどね。防御率2点台ではなかったので。んで、何か取れたかな、タイトルは。菅野。菅野。いません。男気何も取れず。菅野除外してこのペナントをやっていかないとね、ほんともう菅野ばっか取って面白くねえわ。男気とかにもやれよ。ね、前回だって藤波で防御率確か2.3くらい出したんだけど、それでも最優秀防御率取れなかったからね。菅野が取ったはずですよ。もう、ようわからん。はい、次、残る最後、ラストシーズンになりますね。もうここまで2回の成績で若干というか負けが確定してるようなもんですけども、3回目防御率5点台、ああもうこれ男気引退だなーって感じさせてくれるようなね、成績を期待してみましょう。じゃあ3回目ラストシーズン開幕。
3回目シーズンが終了いたしました。果たして最後どのような成績だったのか、ここでキャリアハイを叩き出すのか、それともね、この3回回したうちのキャリアワーストを叩き出すのか、どっちだろうか見ていこう。今期の成績オープン。うーわ、最後もそれかい。いかにも最後まで男気らしかったね。これ多分来年続けてもこういう成績になると思うよ。なんか50までやってもこんな成績でいてそうだわ。防御率は 3.10、 162イニングを投げて10勝9敗、登板24試合で完封が3、完投が4。やばいね、41のおっさんだぜこいつ。QS15 で 1QS は10、奪三振は136、でフォアボールは42個、まあ、さっきと比べたら増えてますね。基本塁打8本で、ウィップは 1.28 となりましたね。かー、最後にこの成績を叩き出すか。まあ、もちろんこれキャリアハイではないですね。キャリアハイはやっぱ1回目の防御率2点台を叩き出した、時になりますけど。くー、負けです。見比べるまでもないような気が。まあ、一応ちょっとこれタイトル取ったのか確認していきましょう。男気も何もタイトル取れずっていうのはちょっと悲しいからね。せめてベスト9あたりは取れない。取れない。あとは全部すかな。もういいです、もういいです、もういいです。黙れ。黙ってる菅野は。もういい、目の前に現れんじゃねえ。かあ、これマジかよ、ほんと。恐ろしいな、あの男。いや、もう絶対もう次回対決します、決定です。この菅野倒すわ、ちょっと腹立ってきた、いくらなんでも。どんだけ他の選手のこのタイトルを妨害してんだよ。毎回菅野じゃねえか、面白くねえんだよな。ランキング見なくてもいいね、全部菅野だから。腹立つ、もう見。次回対決します。確定です。お楽しみに。じゃあ、互いに、もうこれ成績見比べていきましょうかね。勝敗は決まってるようなものですけども、文句は言わずに。じゃあ、まずは僕がね、作った選手から見ていきたいと思いますのでね。はい、こちらになります。これ今、通算成績を出してますね。防御率は 3.60。425イニングを投げての27勝20敗。で、完封完投は1、QS は36、HQS は22、三振が300個。で、フォアボールが110個で、フォアボール率は 2.33 と、やっぱコントロール C だったんでね。まあ、フォアボールの数は結構少なかったんじゃないでしょうか。で、ウィップは 1.31 という感じですね。あの4点台がなければというとこだったけどね。あれが4点台ではなくて2点台だったら本当にいい戦いできてたわ。ああ、そこだよな。本当あそこだわ。調子次第なんで、やっぱ調子が悪かったりなんかりするとね、やっぱね、こう、成績がかなり変動があるので、これ1回目は防御率 3.24、3回目が 3.31 なんだよね。そこまでの差はないよね。でも2回目だけが 4.27 のと、一気に1点台膨れ上がってるからね。恐ろしいよ。このような成績になりました。当然タイトルは何一つとして取れませんでしたね。じゃあ次、男気の成績を見てもらいましょう。こちら、通算成績になります。防御率は 3.05、498イニングを投げて32勝25敗ですね。で、勝率は5割6分1厘と、いやもう男気といえば勝率5割ちょうどの男だからね。10勝して10回負けるっていうイメージがちょっと崩れましたね。で、完封が6、完投が9、QS が51、HQS は33個ですね。で、三振が386、フォアボールが126。んで、フォアボール率も 2.28 なんで、唯一コントロールが自慢だったんですけど、そのフォアボール率でさえも負けてるっていうね。もう勝てるとこねえよ、これ。で、ウィップは 1.21 と、もう本当、この、ね、自分の好きなチームにいてほしい、そんなレベルの投手ですよね。ただ、男気も残念ながらタイトルの方は、取れませんでした。これ少し残念ですね。前回の藤波同様、いい成績、何かしら取れてもいいと思うんですけどね。何も取れずという感じで。もうこれは見ていただいた通りの、ことになりますね。もう勝敗は言わなくてもわかるでしょう。でも言います。男気の勝ちということですよ。私は勝てていない。勝てる要素は何もない。通算成績での勝敗はこのようになりましたが、単年の成績ではまだ分からないこともない。もう決まってるようなもんだけどね。一応見ていくわ。見ていくからな。僕の作った選手の単年の成績、キャリアハイを見ていきましょう。こちら。作った選手は1回目が、キャリアハイになりましたね。防御率は 3.24。投球回139イニング。これ規定投球回到達してないですからね。で、9勝6敗。で、完封完投0、QS12、HQS は6、奪三振は101個、フォアボール40個で、ウィップは 1.28、これがキャリアハイですから。
全キャリアハイじゃないけどね。いや、ハイだけどね。ハイなんだけど、これがハイであってはならない。この対決ではね。タイトルも当然ありませんでした。で、次は男気の成績見ていきましょう。男気はこれはね、どれになるだろうな。あ、1回目ですね。はい、1回目のシーズンの成績になります。こちらになります。防御率は 2.95、167イニングを投げて11勝9敗。完封が3、完投が4、QS21、QS11 で、フォアボールが53個。で、ウィップは 1.20 という数字になりましたね。いや、素晴らしいじゃないですか。2点台ね。唯一2点台がこの1回目だけでしたから。あとは 3.11。で、3回目 3.10 という感じになりましたからね。本当、こっちもこれがなければだね。うん。俺の作った選手は、2回目のあのクソみたいな成績がなければ、普通の3点台だったならばいい戦いができた。男気もこれ2点台ではなくて3点台だったらね、よかったんだけど、1回2叩き出したことは非常に、ちょっと大きなことになりましたね。はい、これも単年の成績見比べたら分かる通りね、防御率、イニング数、勝利数、何もかもが全てが負けてますから、はい、単年の成績でも男気の勝ちということでよろしいでしょう。私は何も勝てず、本当にもうスタミナだけ、もう本当あのスタミナ、いつもね、嫌というほどスタミナ溜まるんだよ、投手作るときは。むしろスタミナしかもう芸がない。一時期のマイライフの奥井みたいにね、俺もうスタミナだけじゃねえかっていうね、そんな感じだったんだよ。でも今回は違ったね。能力はいいし、特殊能力も結構ついたくせに、スタミナだけがないっていう、いつもどこかに欠陥があるっていうね。なんでかわかんねえ。まあでも、しゃあないね。俺がそういう人間だから。うん、どこかに欠陥を持ってる人間だからね。もう非常に残念な結果になりました。またまた。うん、前回の藤波とはいい対決はできましたが、今回はいい対決ができたとは言えないね。まあ男気今季で引退。僕は男気のファンなのでね、少し寂しさはありますけども、これ黒田が決めたことですからね。ただ、多分、引退した選手の中で一番いいこの、引退の飾り方っていうものをしたんじゃないかなと思う。他の選手、もちろん男気だけじゃないですけどね、いい飾り方してんのは。ただまあ、一般的な引退の仕方ってやっぱ選手としてはもう必要がなくなったからとかね、能力的に衰えたからっていうのがそうなんだけど、男気の場合は今季もね、普通に防御率ランキングトップ10に入るくらいの防御率も残してますしね、ほんで広島も25年ぶりの優勝。で、日本シリーズも進出。まあ、勝つか負けるかわかりませんけどね。まあ、これで勝てばもう最高の終わり方でしょ。美しい引退をぜひとも飾ってもらいたいのでね。ぜひこの日本シリーズ登板することはあればですね、完璧なピッチングを期待したいと思います。本当あれだよね。まあ、こういうこと言うとなんですけど、番長三浦とは真逆だよね。番長はもう全力を叩き出して投げたけど、10失点でしたっけ今季ね。引退登板で10失点。こっち片や日本シリーズで投げますからね。よう分からんね。はい、じゃあ次回はね、先ほども言った通り、菅野とも対決して、コテンパン倒してやる。もう毎回タイトル独占してるんで、ちょっとイラッときたんでね。もう倒します。宣言します。菅野を倒す宣言、今ここにしました。なので次回の実況はね、かなりハイレベルな戦いになること間違いないでしょう。また楽しみに見てくださると嬉しいです。じゃあグバイ、また会おう。